オドソン・ヌエ・トゥアールは、フランス領ギアナ出身のサッカー選手。クリスタル・パレス FC 所属。ポジションは FW。2011年に AF ・ボビニーからパリ・サンジェルマン、FC のアカデミーに加入。2013から14シーズンに U-17 チームで、得点王となった。U-19 チームでは UEFA ユースリーグに出場。 この2年間で60得点以上を獲得した彼にはロケット魔術者オドソンヌ等のニックネームがついた。2015から16シーズンには U-19 チームに所属する傍らフランスアマチュア選手権に参戦している B チームでも出場した。2016年1月には同アカデミーの最優秀選手に与えられキングスレイコマンや ジャンケビン・オーギュスタン等が受賞したチッチドールに選出された。ユースリーグでは決勝でチェルシー FC に敗れたが、この大会で3得点3アシストという結果を残した。2016年4月27日にプロ契約を締結。2016から17シーズンのプレシーズンにはトップチームに帯同し、インターナショナルチャンピオンズカップ2016に出場。 最終戦のレスターシティ FC 戦で79分に投入されトップチームデビューを果たした。なおクラブは同大会を優勝した。2016年8月8日にトゥールーズ FC に期限付き遺跡で加入。14日のオリンピックマルセイユ戦で74分に石案頭に変えて投入されプロデビュー。11月19日の FC メス戦で初得点。 2017年3月30日に2月11日にエアソフトガンで自動車内から通行人を打ち頭に怪我を負わせた事件に関与した疑いがあるとして出場停止処分を下されたこの結果警察に捜査されたほかトゥールーズへのレンタルも打ち切られたトゥールーズでは17試合に出場し得点なお事件の方は後に チームメイトのマテュー・カファーロが通行人を撃ったと告白した。しかしその後カファーロはこれを撤回6月13日にトゥールーズの検察は事件への関与でエドゥアールを禁錮4ヶ月及び6000ユーロの罰金に処した。なおエドゥアールは一貫してカファーロが撃ったと主張している。7月4日に上記の判決及び被害者の治療費である2600ユーロの支払いを トゥールーズの裁判所から命じられた。なおエドゥアール側は控訴した。2017年8月31日に1シーズンの期限付き遺跡でセルティック FC に加入。9月8日にハミルトンアカデミカル FC 戦で初出場初得点。試合も4から1で勝利した。12月2日のマザーウェル FC 戦でプロ初、ハットトリック。3日後には、 UEFA チャンピオンズリーグ2017から18、グループリーグの RSC、アンデルレヒトセンムサデンベレに代わって出場し、UEFA チャンピオンズリーグ初出場。このシーズン29試合に出場し、クラブのトレブルに貢献した。2018年6月15日に4年契約で、セルティックに完全移籍、クラブ史上最高額での調印となった。翌月には、 ゴールデンボーイ賞候補100人のリスト入りを果たし、スコットランドからは彼一人の選出であった。UEFA チャンピオンズリーグ2018から19、予選のアラ嵐ケルト FC 戦で、同シーズンは初出場初得点。続く2次予選でもローゼンボリビー系から2得点を奪い、ブレンダン・ロジャーズ監督にトップストライカーと言わしめた。2021年8月31日、 4年契約で、クリスタルパレス FC に移籍。座山によれば移籍金は1850万ポンドで、週給7万ポンドを受け取ると推定されている。年代別代表では、フランス代表として出場。U-17 代表では UEFAU-17、欧州選手権2015で活躍し、優勝に貢献、同大会の最優秀選手及び、得点王に輝き、 フランス代表自体も5試合で15得点に失点、そのうち8得点を彼が獲得するという記録を打ち立てた。なお彼はこの大会、決勝のドイツ戦でハットトリックを達成した。ありがとうございます。